日産 R85 部山田マーチ 85G は、マーチエンジニアリングの1985年型グループ C、インスタ GTP 用の販売用車種。マーチ 85G 車種は全部で11台、製作されている。1985年の全日本耐久選手権グループ C カテゴリー3、専用に、日産がマーチより3台購入した。 日産自動車のセドリックグロリア用3リットル V 型6気筒ターボエンジン VG30 を搭載した。前年まで惨敗を続けた日産が巻き返しを期して投入する米、エレクトラモーティブチューンの VG30 エンジン用車種としてニスモはマーチ 85G とエレクトラモーティブも使用するローラ T810 の2種類を購入する両面作戦に出た。マーチは 星野レーシングとハセミモータースポーツ、ローラはセントラル20からのエントリーとなった。シェイクダウンは日本でなく、米、リバーサイドで行った。デビュー戦は7月の富士500マイル。2戦目の鈴鹿 1000km で早くもポールポジションを獲得。3戦目となる WEC ジャパンでは予選初日にワークスポルシェ 962C を相手に1から2位を独占。 豪雨の決勝では海外勢が撤退し2時間に短縮された変速レースながらも星野和義のドライブで初優勝を遂げる。星野は日本人初の世界選手権ウィナーとなった。翌1986年には日産 R85V の名でルマン24時間レースに参戦。ハセミ・マサヒロ、ワダ・タカオ、ジェームス・ウィーバー組が16位ながら完走している。日産は ルマン初出場で初完走となった。なお1985年シーズンはシルビアターボシー、スカイラインターボシーの名前でレースにエントリーしていたが、1986年シーズンから後継のマーチ 86G は日産 R86V の名でエントリーしている。1985年のルマン24時間に出場したクリーピークロリーレーシング。 1986年のルーマン24時間に出場したインスサ GTP クラスリチャードクリアレーシング。その他、ありがとうございます。